本日は巨人の主砲岡本和真選手にインタビュー。はい、読売巨人軍の岡本選手に来てもらいました。よろしくお願いします。お願いします。今日ですね、アンダーアーマーイベントの前に取材させてもらってるんですけども、はい、2015年に入団されてホームランが1本、はい、で16、17が0本の中、はい、18年が急に33本、はい、で今年も31本と、はい、で急に覚醒したような形がするんですけども、ね、この間って何があったのかなっていうのをお伺いしたいんですけども。いやでも3年間はもう何をやってもうまくいかないですし、はい、1軍で行ったらなんかやっぱりもうよそ行きのプレーになっちゃうというか。よそ行きのプレーですか。なんかそうです、なんかふわふわするんですよ。あ、緊張とか、はい、お客さんにいっぱい見られてとか、はい、2軍とは全然違うんです。違いますし、まあそれがでも秋キャンプ、春キャンプで4年目の、はい、なんか結構これはいけるんじゃないかみたいなものが出てきて。それはどういう要素だったんですか。まあ、単純に言えば下半身の使い、軸足を我慢するってことと、今は僕バットヘッドってめっちゃ倒してたんですけど、はい、それを立ててるっていう、立てたまま打ちに行くっていうのをやりだしてから、おなんか勝手にいけるんちゃうかみたいななってきてっていうマインドになってきてこられたんですね。その一軍でふわふわするって感覚も同時になくなったんですか。いやなんかオープン戦でもそれも打てるようになってきて、はい、なんか徐々に徐々に、あれ、ここにおるの当たり前なんちゃうかみたいな、マインド的な、はい、あれが良くなっていきました、はい、その1シーズンその続けて出続けたっていうのも初めてだったと思うんですけど、はい、そういった疲労感とかもなかったんですか。なんか2分の方がきつかったです。暑い中やって、はい、試合数は全然違うんですけど、はい、涼しいじゃないですか、はい、とか、はい、だからやっぱりその辺の体の的な疲労はなかったです。あ、なかったですね。ただじゃあ本当4年目からは一軍でふわふわしなくなったっていうのが一番大きいんですね、はい、それが一番大きいです。2年目もじゃあ引き続きいける感覚はあったということですか。いや、それがまた不思議なもので、はい、すごい不安に駆られて。もうそれはオープン戦からですか。こうバーンってこう、そんな困難なく1年間終わっちゃったんで、はい、逆に不安な気持ちもできて不安でしたね。やっぱその活躍した年と同じ、はい、もしくはそれ以上にっていうのは頭にあったりするんですか。ありましたし、他の去年以上に見られるんだろうなとか、はい、いろんな余計なことを考えて結構緊張しました。緊張もされたんですね。ガチガチになりました。練習とかキャンプがガチガチになりました。ポジションを3ポジションしてるとかは関係なくですか、はい、もうバッティングに関しては。そうですね、はい、1塁3塁レフトでレフトの方がやりやすいなとかはなくてですか。やっぱでもその時期によって、はい、3ポジションをやるとサードが良くなってきたと思ったらファーストに入ったりとか、はい、ファーストがちょっと慣れてきたなとかレフトに行ったりとか、はい、っていうのがあるんで、そういう難しさはありました、はい。そのシーズン中にまたちょっと緊張したりふわふわしたなっていう時に立て直す何かルーティンありましたら教えてもらいたいんですけども。立て直すルーティンですか、はい、僕はもうとにかく無になります。無になるというか、はい、この地球で、え、マジっすよ、はい、この地球でここで野球やってることなんか宇宙からしたらマジでちっぽけやなと。そういうすごい俯瞰視点ですね。そうめちゃくちゃでかくしていて、はい、じゃあちっぽけに思えてくるじゃないですか、はい、自分がここにやって失敗することなんかちっぽけじゃないですか、はい、って思ったら大丈夫です。なるほど。そういうメンタル確かにそうですね。宇宙から見たら僕ら何しててもちっぽけですよね。何してても。でも大変参考になりました、はい、そういったメンタルで1年間通して活躍されたという点で、はい、来季もちょっと活躍の方楽しみにしてますので、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。そしてこの後行われたトークショーの岡本和真選手が面白すぎました。岡本和真選手です。大きな拍手。2人のプライベートのことについて少しお話を伺っていきたいと思いますけれども、僕、はい、彼を最初見たのってあのドラフトの会見やったんですよ。あ、はい、何喋ってんのかなと思ってたんですよ最初。まあ、本当ほんわかした感じで、まあ、皆さんと思ってるような
映ってるような姿と一緒で、あの物腰もね柔らかくて、はい、もう眠くなるような僕が。じゃあ対してどうですか、逆に岡本選手が最初に会った時は。僕が最初に見たのが、はい、1年目の時に NPB 選抜対大学日本代表っていうのがあって、その時に吉田正尚さんいたんですよ、はい、強烈なホームラン打って、ね、この人が一番すごいなと思って見てて、じゃあやっぱりドラフトやっぱりかかってやっぱりねすごいなと思ってました。じゃあそこから2年という月日が流れていて、お互いが今どういう風になっているかというのをぜひこちらに書いていただいて、じゃん、ゾウ、ゾウ、今あのゾウみたいな、はい、あの体になってたんで、ええ、はい、さあ続いて岡本選手、はい、伺っていきたいと思います、はい、オープン、はい、木です、ね、木、これは元気の木とかそういうことですか。違う、何も気にしないの木です何も気にしないの木、はい、多少ちょっとね、人って人の目が気になったりとか、はい、いろいろあるんですけど、ええ、もうそれがなくずっと自然体で、はい、どうなんですか、確かに自分のスタイルでいきたいなっていうのがあるんですけど、はい、こいつに言われたくないですか人前で鼻毛出しながら、人前で鼻毛出しながらキャプテンも言われてましたよね。それこそワンちゃんでの交流もあるっていうふうに僕伺ったんですが、フレンチブルドッグを飼ってるんですけども、ええ、あのこちら小型犬なのですごいあの気に入ってもらって可愛がってもらって、はい、ワンちゃん同士もとても仲良くな感じなんですか。いや一匹は仲いいですけど、ええ、もう一匹がちょっとなんかあのコミュニケーション能力が低いやつでご家族でみんなでディズニーランドに行ったっていうのも話を伺ったことあるんですけど、いやこいつ全然乗らないんです。え、なんでですか。勉強系がちょっとあの待ってる時間が嫌なんですよ。乗ったら乗ったでいいんですけど、じゃあ行った時にはどういったのが一番楽しみで岡本選手行くんですか。そういったディズニーランドだったらこれを楽しみに行ってるとか。いや何も乗らないですね。いや僕今聞こえました。何も乗らない。乗らないです。さあここからになりますが、ここからは参加者の皆様からの質問コーナー、打つとき最も意識していることは何ですかと。そうですね、無心というか何も考えずに入りたいなと思っているので、そこまでの準備を大切にしてしっかりあの打席入ったら強いスイングができる準備をして入ってます。打席に入ればもうタイミングだけを意識して、はい、まあ、基本はタイミングを合えば基本的になんとかなると思うので、そこを意識してます。食べ物についてどういうふうに、体作り大事にしてるのか、まあ、それこそ筋トレとかでもいいですし、なんかそういったところというのは吉田選手いかがですか。やっぱりあのトレーニングもそうなんですけど、はい、やっぱ食べるものってね、自分の口にするものすごい大切なので、やっぱり好きなものばっかり食べていたいんですけども、はい、そればっかりするとやっぱりパフォーマンス能力は下がるような気もするので、やっぱりバランスよく、はい、しっかり食べるようにはしてますね。そうですね、はい、この時期はもういつもなんていうんですかね、朝ごはんも絶対卵サンド食べますね。卵サンド、卵サンド食べて、はい、でウィダー飲んで、ウィダーっていうかウィダー銘柄のことをすごく気にされてるのかな。ゼリー系のものはなんか流し込んだりするという。そうですよね、はい、BNS のあのゼリーのものですよ、はい、最近はこう焼肉を食べたりっていうのは減ってきて、鍋か本当に煮物かそっち系です。ちょっと笑っちゃったけどなんかそっち系ですね。彼はあれでしょ、焼肉でお腹当たってるから、あの生もユッケでしたっけ。いや、まあそういうのはもう言わない方がいいですよ言わない方がいい、そうですよね。そういうのはもういろいろな、いろんな人に迷惑がかかる。なるほど、はい、僕の体調管理のせいでお腹が弱かったでしょ、ね、確かにその時 の、 あの体調バランスありますからね。はい、そうなんですよ。じゃこのカメラお願いします。はい、分かって、左手の方見てください。そうです、あ、綺麗になっています。よし、あ、いい感じ。じゃこちらファーストバイト、皆さんシャッターチャンスですよ。さあそれではどうぞ、目線も、さあファースト目線も難しい、気に入れるなら、はい、おさあおめでとうございます。おめでとうございます。一緒に楽しみです。楽しみですよね。はい、続いてみてください。
キリギリスとアリみたい。努力だって無駄じゃない。昔仲間変わらない。トラブル持ち込まない。上がるレベル気分はいつも I'm so high。 ハードコード飛び交ってる意見も最後は同じ。楽しいひととき噛み締めてる君の隣。クーサーあっても耐えたいけど、立ちがいなければ一人じゃロンリー。毎週末レッツゲンパーリー。余韻に浸って向かってく月曜日。